松山市梅津寺町の梅津寺公園で梅が見ごろを迎え、紅白の可憐な花が訪れた人を和ませています。公園によりますと、今年は1月10日ごろに咲き始め、現在は紅梅が七分咲き、白梅が五分咲き程度です。来週末が一番の見ごろで、今月末ごろまで楽しめそうということです。13日、市内から訪れた家族連れは、一つ一つ見ると綺麗、花びらがこんなにあるとは知らなかったと、低い枝の紅梅に見入っていました。